今宮健太は、大分県別府市出身のプロ野球選手。宇藤右内。福岡ソフトバンクホークス所属。名豊中学時代には、第23回全日本少年蘭式野球大会に、エースとして出場。2007年に入学した名豊高等学校では、一学年下に、同じ少年野球チームでプレーしていた、山野京介がいた。年次から遊撃手として、 レギュラーとなる一方で、投手も兼任。一年や秋には、県大会優勝、及び、九州大会優勝。一番打者県エースとして公式戦打率。540、九州大会決勝では、沖縄小学高校に一失点関東勝利など、投打の活躍でチーム初の選抜出場に貢献。二年春の選抜に一番、投手で、 甲子園初出場し1回戦の床は菊川戦に先発するも敗退。2年秋は県大会優勝、九州大会4強で2年連続の選抜出場を決めた。3年春からは控え投手となり、選抜には3番、三塁手県投手として出場し1回戦を勝利するも2回戦で菊池武士を擁する花巻東に敗退する。夏の県大会では、 遊撃試験投手として出場。3打席連続で本塁打を打つなどして、春夏連続での甲子園出場を決める。夏の甲子園では3番、遊撃試験投手として出場。準々決勝まで勝ち進み、春に敗北した花巻東と再び対戦。4回に連打を打たれ交番し3塁へ回ったが、同点とされた直後の9回1し3塁で、 再び登板し、2者連続三振でピンチを脱すも10回には勝ち越しだを打たれて敗戦した。2009年10月29日、プロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスから1位指名を受けた。11月8日に仮契約。背番号は、上島健二が退団して以来秋番だった。2。2011年は、川崎宗則を上回る、守備力と評され、 球団では、内野倉隆以来21年ぶりとなる10代での開幕1軍を果たし、開幕戦では、守備から途中出場しこれがプロ初出場となった。シーズンの半分以上1軍に帯同したが、出場機会には恵まれず、18試合の出場、1打席に止まった。11月25日のアジアシリーズ統一セブンイレブンライオンズ戦で8番1塁手で、 初スタメン出場を果たし、その翌日の26日のアジアシリーズサムスン、ライオンズ戦では3安打1打点1盗塁で猛打賞を受賞。オフにはオーストラリアンベースボールリーグに参加し、11試合の出場で打率、238、5盗塁を記録した。二千十二年四月十八日の対、千葉ロッテマリーンズ戦では、 首痛のため3回途中で退いた、本田雄一に代わり出場すると、翌29日の同カードでは、8番、遊撃でプロ初スタメン出場。さらに翌30日の同カードでは、藤岡隆弘から通算11打席目でプロ初アンダ初打点となる敵地打を打った。8月4日の対埼玉西武ライオンズ戦では、松永博則からプロ初本塁打を打ち、 5日の試合でも竹熊翔太から本塁打を打ち2試合連続本塁打を記録した。シーズン途中で本田雄一と松田信弘が故障で長期離脱した際にライバルである赤石竹が2塁や3塁の守備に入ったため今宮は84試合に遊撃手として先発出場した。また赤石が遊撃手として先発出場した試合でも38試合で終盤の 遊撃守備がためとして出場した。2013年、声優劇手として142試合に先発出場し、7月14日のオリックスバファローズ戦では、サヨナラヒットを打った。9月25日のオリックス戦で9回一進一塁の場面で投げギガを決めたことが、シーズン59個目のギガとなり、2007年に田中健介が記録したパリーグ記録のシーズン58。 ギターを6年ぶりに更新。最終的には62まで記録を伸ばした。回を任されていた7月までは打率235だったが8月に入り2番打者に定着し8月は月間打率362を記録するなど打撃面でも成長を見せた。シーズン後には自身初のゴールデングラブ賞を受賞した。オフの11月には台湾で行われた。 2013ベースボールチャレンジ日本 VS チャイニーズ台北の日本代表に選出された。2014年4月3日の北海道日本ハームファイターズ戦では武田久志からサヨナラヒットを打ち、6月12日のセパ交流戦、中日ドラゴンズ戦では岩瀬人則からサヨナラに点的時二塁打を打った。シーズン成績は前年同様62ギーダを記録し、 プロ野球史上初となる2年連続60ギラを達成した。一方で打撃面は打率240、出塁率295に終わった。ポストシーズンはクライマックスシリーズでは打率136、日本シリーズでは打率188と振るわなかった。オフの10月9日に日米野球2014の日本代表に選出されたことが発表された。 この大会では5試合で計4打数無安打に終わったが、親善試合では3安打を打った。また、自身初となるベストナイン2年連続でゴールデングラブ賞を受賞した。2015年2月16日にグローバルベースボールマッチ2015サムライジャパン対欧州代表の日本代表に選出されたことが発表された。3月11日の第二戦に8番遊撃手で、 先発出場している。7月16日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表第一次候補選手に選出されたことが発表された。9月10日に第1回 WBSC プレミア12の日本代表候補選手に選出されたことが発表された。シーズン成績は228、7本塁打だ、45打点を記録。打率は リーグワースト2位を記録したが、ギダ数は、リーグ最多の35ギダを記録した。11月2日に、柳田勇希の代わりに、プレミア12の日本代表に選出された。2016年、2月15日に、侍ジャパン強化試合日本 VS チャイニーズ台北の日本代表26名に選出されたことが、発表された。3月6日の第2 0 0 7番、遊撃手で、 先発出場し、2打数に安打だった。6月2日に、福岡や福岡、ドームで行われた、セパ交流戦、対中日戦において、史上最年少となる200ギガを達成した。シーズン成績は、打率、245、10本塁打、56打点を記録。自己初の2桁本塁打となった。9月に、右肘痛を発症したこともあり、 137試合の出場に止まった。10月28日、福岡県内の病院で右ひいの関節内有利体を摘出する手術を受けたと発表された。11月29日には4年連続4度目となるゴールデングラブ賞を受賞する。12月12日、契約公開交渉を行い、5500万円アップの1億4500万円で契約公開した。 2017年1月26日に前日の手術の経過から3月に行われる2017ワールドベースボールクラシックの出場要請を辞退したと報じられる春季キャンプオープン戦を経て回復の兆しを見せ開幕一軍登録に名を連ねた3月31日に福岡や福岡ドームで行われた開幕戦に一番遊撃手で 先発出場する。4月26日の対日本ハム戦でシーズン初本塁打となるソロ本塁打を記録する。5月10日の対オリックス戦では延長10回裏一死2塁3塁の場面でセンター前サヨナラヒットで試合を決めた。6月26日マイナビオールスターゲーム2017にファン投票で選出され2014年から連続で4度目の 出場を果たす。7月7日まで79試合にフルイニング出場をしていたが、翌8日の対日本ハム戦において疲労性腰痛ために初めてスタメンを外れた。以降7試合、ベンチスタートだったが、7月21日の対ロッテ戦でスタメン復帰。22日の対ロッテ戦では、6号先制ソロ本塁打を含む猛打賞の活躍で、 賞金100万円を獲得する。141試合に出場し、打率264、14本塁打、64打点、15、盗塁、守備率988と多くの部門でキャリアハイをマーク。3年振りとなる50以上のギダも記録し、チームの2年振りのリーグ優勝に貢献した。楽天とのクライマックスシリーズでは、10月18日の 第一戦にソロホームランを放つなど活躍し、日本シリーズに進出する。横浜 DNA ベイスターズとの日本シリーズでは、10月29日の第2戦、1点ビハインドの7回裏、西万塁の場面で、中村明の安打で二塁走者の今宮は、本塁突入、リプレイ検証となる際どいタイミングであったが、高層塁で決勝点をもぎ取る。11月1日の、 第4戦では、横浜スタジアムの三塁側駅サイティングシートに飛び込むダイビングキャッチのビッグプレイを見せ、11月2日の第5戦では、自身日本シリーズ初の猛打賞に加え2投塁と活躍し、2年ぶりのチームの日本一奪還に貢献した。11月9日、5年連続5度目のゴールデングラブ賞を受賞する。11月17日、 2014年以来3年ぶりにベストナインに選出された。12月20日、契約公開交渉に臨み、7500万円アップの年俸2億2000万円でサインした。2018年、シーズン序盤は、肘痛の影響もあり、打撃不振が続き、交流戦期間中に出場選手登録を抹消された。復帰後は夏場に調子を上げ、 3年連続で2桁本塁打をクリアし、打率も離脱前より約5分も上げるほど打撃好調だったが、9月17日の西武戦で守備の際に左太もも裏を痛め翌日シーズン2度目の登録抹消となり、そのままレギュラーシーズンを終えた。故障のため2度出場登録を外れた影響で、レギュラー定着後初めて規定打席に到達できなかった。 また、ゴールデングラブ賞の連続受賞も5年で途切れた。オフに、背番号6への変更、2を、開拓屋につけて欲しいことを球団に要望した。2019年、自主トレから取り組んでいた、早い段階から左足を上げて、タイミングを取るという新しい打撃フォームが功を奏し、シーズン序盤は、首位打者として打撃面でチームを牽引した。 4月19日の西武戦では自身プロイリアと初の3番に座り、3回表に田和田誠三郎から敵自我を打った。しかし、前年痛めた左足太もも裏の痛みが再発して、スタメンから外れる試合が多くなり、6月22日に登録抹消された。また、オールスターゲームにもファン投票、選手間投票で選出されていたが、怪我のため辞退した。 7月23日のロッテ戦で二番遊撃手でスタメン復帰し復帰後初打席で本塁打を打った。また、後続のアルフレドでスパイネ、松田信弘も続き、チームでは2016年6月3日の広島戦以来となる3者連続本塁打を記録した。8月8日のロッテ戦では7回表に2点ビハインドの状況で代打として登場し、チェーングアンユーから 代打逆転3点本塁打を打った。これが自身プロイリアと初の代打での安打、本塁打、打点、得点であった。また、西武とのクライマックスシリーズファイナルステージでは、第4戦で6打席を打数5安打3本塁打6、打点1支球を含む、打率、526という活躍を見せ、シリーズ MVP に選ばれた。2020年、開幕序盤から、 背中の針を抱え、定期的にスタメンから外れる起用が続いた。2019年からギガの基礎数が減っていた中、7月4日の日本ハム戦で28歳11ヶ月の史上最年少の通算300ギガを達成した。8月19日のロッテ戦で、左ふくらはぎに違和感を覚え途中交代、翌20日に出場選手登録を抹消された。その後、 左ふくらはぎのひらめきん部分の筋損傷と診断され、実戦復帰までに1ヶ月半から2ヶ月弱かかる、見込みとの球団からの発表があり、復帰することなくシーズンを終えた。2021年は開幕戦では、シーズン初打席の初球を打ち、先制となる2点本塁打とした。4月8日の対日本ハム戦の5回に、パリーグ新記録の通算306ギダを決めた。 高校時代は、投手も務めており、一年生時は、投球術を駆使した投球が特徴だったが、一年後には、常時時速 140km と進化を遂げた。三年生時の夏の甲子園では準々決勝にて、時速 154km を計測した。遠投 120m を誇る強肩。2019年の周期キャンプに、ブルペンで投球した、才の最速は、 時速1 4 2トル内角球を肘をたたんで打つ技術トリストの強さを持ち合わせ、高校通算62本塁打を記録。プロ入り後は金属だから打てたというのもあるし、自分に合っているのは本塁打じゃないと語っていた。しかし2017年から3年連続で2桁本塁打を記録中、2019年の CES では、 史上初の1試合3本塁打を記録しており、しっかりと自分のスイングをした中で飛んでいくのを求めていますと語っている。また、ギダのパリーグシーズン記録を保持しているが、バントのサインを出されるのは理想ではないと発言している。身体能力抜群の遊撃手で高い運動能力を生かした広い守備範囲も見どころの一つ、球界屈指の強権で、 三遊間の深い位置からでも一塁をアウトにするスローイングは定評がある。50メートル走のタイムは6秒1の瞬速。三塁手、松田信弘との同一チームの三遊間での5年連続のゴールデングラブ受賞は2000年から2002年まで3年連続の遊撃手、宮本真也、三塁手、岩村明則をしのぎ、歴代最長記録を更新している。 史上最年少での通算200ギダ、250ギダの達成のほか、パリーグのシーズン最多ギダ数を4度記録するオクリバントの名手でもあり、2019年シーズン終了時点で現役最多のギダ数299を誇り、2020年7月3日に史上最年少で300ギダを達成する。また、同チームの松田信弘、赤石武長谷川祐也と並び、 史上4名の出場した日本シリーズで相手リーグの全球団に勝利し日本一になったことがある選手である。最も憧れる野球選手は松井和夫である。当時のソフトバンクの秋山浩二監督は今宮について松井和夫のような選手になってくれたらと語り、今宮も松井和夫さんみたいな選手になって3割30盗塁を決めたいと語っている。 入団当時から二軍監督、内野守備総類コーチを務めていた鳥越雄介には野球のプレーだけではなくいかに普通の人であるか社会人としてのモラルも教わり、僕にとって高校の監督と鳥越さんが師匠ですとコメントしている。祖父は大分市の不動村両前一新人の初代住職であり、現在は実家が三代目住職を務める同で2011年から、 オフに完業を行うのが恒例になっており、過去にはチームメイトの柳田裕樹や牧原大成らが参加した。2016年6月6日、同郷で同じ名豊高高校出身の一般女性と結婚。2017年1月28日、第一子が誕生したと報じられた。2017年7月22日に福岡や福岡、ドームで行われた。 対ロッテ戦において8回裏に右翼フェンス直撃の三塁打を打つがその際に福岡銀行の広告看板を直撃この広告にダイレクトで打球を当てた場合副銀賞として100万円が福岡銀行から贈呈されることとなっており8月23日に贈呈式が行われたが11月26日 その贈呈された100万円を平成29年7月九州北部豪雨で被害にあった被災地に全額寄付したと報じられた。現在の登場曲過去の登場曲。ありがとうございます。